長打とかがもう本当に長打の列になります。一番はですね、まず皆さん心配されるのは携帯の充電器ですね。こちらの方がもうどこ行ってもない状態です。で、電気屋さんも行きましたが、はい、こんにちは。札幌占い美容室早山口のことです。北海道の方で、9月の6日、午前3時ですね、8分ごろ、北海道胆振地方中東部の方で、厚真町ですね、そちらの方で苫小牧にちょっと近いあたりなんですけれども、そちらの方でマグニチュード7という地震が起きました。で、僕も、今さっき、ほんと1時間前まで、停電が続いておりまして、断水も続いておりました。それで夜もう6時ぐらいになったら、もう真っ暗な状態で水も出ない状態で生活したんですけれども、まだですね、現状全面停電が、解決されたわけじゃありません。まだ停電の中で生活されている方もいらっしゃいますし、心身ともに体調崩されている方もいらっしゃると思います。ですので、完全に喜べる感じでは今現状ないんですけれども、今回名前がですね、平成30年北海道胆振東部地震という名前がつきました。現状ですね、うちも今12階に住んでいるんですけれども、電気ガス水道はとりあえず復旧したんですが、エレベーターが動かない状態で、とりあえず今お店の方に、急いで来ました。それで12階からエレベーターが止まっている状態ですので、急いで降りて今お店に来て、お店の方はなんとかですね、お湯と空調関係、あとは電気がつくような状態で、明日からなんとか営業できるかなという形です。まあ、日本以外にも海外の方からいろいろご心配の、メッセージ、本当100件近くいただきました。心配していただいてありがとうございます。逆にですね、多分携帯の電池が本当に震災が起きると携帯の電池がなくなって皆さん心配だと思うんですけれども、そういうのをですね気にしていただいて、逆にメッセージをですね送らなかったという方もいらっしゃると思います。皆さん本当ありがとうございました。はい、まだ苦しんでいる方は他にいらっしゃいますので。ご家族の方とかで、携帯のね電池がしっかりある方の場合は、なるべく気にかけてあげて、連絡をしてあげるといいと思います。で、震災起きた時に僕が一番感じたんですけれども、夜6時から、2時ぐらいまでの間っていうのはすごい細いというか、そういう時間帯だと思います。その時間帯にメッセージいただいたりとか、心配していただけるのは本当はありがたいと思いますので、ただですね、先方の方が電池がない方とかだと、逆に負担になりますので、そこら辺は様子を見ながらやっていただけるといいと思います。で、まあ、こう動画を撮ってる間も、もうひっきりなしに救急車が通ってる状態ですね。で、自宅にいてもですね、もう消防車のサイレンだったり救急車が、まあ、常にもう動いてる状態です。ですので、まあ、皆さん体調ね、本当震災があると結構壊される方がいると思いますので、まあ、数日ね、あともう少し頑張って、なんとか一緒に頑張っていきたいなと思います。はい、で、町の状態をちょっと説明したいと思います。心配されてどういう状況だったのかっていうのを知りたい方がいらっしゃると思いますので、携帯からね撮った写真なのでちょっとあれなんですけれども、写真の方をちょっと、こちらの方に、出してみたいと思います。震災が起きるとまず食料、水ですね、まず水の確保が必要になるので、ドラッグストア、あとコンビニエンスストアとかがもう本当に、長蛇の列になります。一番はですね、まず皆さん心配されるのは携帯の充電器ですね。こちらの方がもうどこ行ってもない状態です。で、電気屋さんも行きましたが、電気屋さんの方が、大体僕が見た感じだと 300m ぐらいの列が ありました。で、多分その中でも一部の人しか、充電器が当たらなかったと思います。はい、本当に電池も今現在も買えない状態ですね。で、また余震が続いておりますので、こうやってる間も余震が続いてるんで、電池っていうのが、もう本当買えない状態ですから、懐中電灯がなくなってしまうと、ちょっと本当に夜が不安になりますので、まず優先はそちらかなと思います。あと水ですね。はい。コンビニ行ってもお水がもう全くありません。そこで、あるのは、お酒類ですね。最後残ったのあと炭酸水関係のものとか、そういうものは、あるんですけれども、水関係は一切もう売り切れの状態でしたね。ただ配送の方が追いついてなくて、物がもう全くない状態なんですね。で、北海道自体が地震にあまり慣れてない場所ですので、パニックってる状態だと思います。はい。それで、スーパーも一部販売でレジが使えませんので、金額もですね、一部の価格でっていう形で、あと冷凍商品販売中止、それから乳製品販売中止、生もの販売中止っていうような状態になっております。その中でもカップラーメン等も全くない状態ですね。おにぎりとかですね、そういうコンビニのお弁当関係も全くありません。何にもない状態です。で、あと何日ぐらいかでね、復旧するかちょっとまだわからないんですけれども、まずガソリン、現状では3000円以内っていう感じでやられているところが多いです。ガソリンスタンドの、列もだいたい1キロぐらいに今日はなっておりました。地域によっては、満タン入れるところもありますが、今とりあえずはコンビニエンスストアの配送の車のガソリンを優先的にという形だと思いますので、ガソリンがね、入れて車で充電される方もいらっしゃると思うんで、まず車っていう形で皆さん結構急いで動かれてる方もいらっしゃると思います。で、信号もですね、この商業施設の辺りは、全く信号も機能してない状態で、警察官が出るまでは全く信号ない状態です。ゴーストタウン化しておりました。一番はですね、飲食店だったりとか冷蔵庫を使っているところですね。そちらの方が本当に、美容室はお湯が出て電気がつけば、お客さんとりあえず迎え入れる状態を作れるんですが、飲食店の方は冷蔵庫がストップしてしまいましたので、ほとんど生ものを扱っているところは営業ができない状態です。ゼロからの、スタートというか、かなりのロスが出てると思います。で、その辺も、皆さん協力してあげてほしいかなと思います。まだね、市場の方もこれからどんどん動いていくと思うんですが、そちらの方も、数日かかるかなと思いますがね、先ほど言いましたが、夜の時間っていうのが本当に心細いんですね。で、懐中電灯僕も1個あったんですが、その懐中電灯が、いつ切れるかわからないですね。単三電池3本のやつだったので、それがいつ切れるかわからない状態だったんで、僕も節約しながらだったんで、真っ暗の中ですね、携帯電話の電池も、使えない状態だったんで、寝るしかありませんでした。そんな状態なので、本当に夜、もしかしたら車の中で生活されている方もいらっしゃいますし、被災されて家がなくなってしまった方もいらっしゃるかもしれません。そういう方もいらっしゃるので、家族にそういう方がいらっしゃったら、いち早くですね、何か対策を打っていただけたらなと思います。で、これからすぐ家に帰って、動画編集してすぐ上げて、北海道の状況をご心配いただいた皆さんに、配信させていただこうかなと思います。で、この配信でですね、一部の方、もしかしたら気を悪くする方もいらっしゃるかもしれません。そういう方は本当申し訳ございません。はい。現状ちょっと僕はすぐ伝えたいと思いまして、すぐ行動に移したという限りです。力を合わせて、頑張っていけたらと思います。この機会に、近所の方と助け合いしてですね、周りの人のことを気遣いながら、やっていただけたらといいと思います。普段ね、最近はあまり近所付き合いというのがなくなっていると思いますので、ここはね、協力が一番だと思いますので、何か食料困っている方、お水困っている方、そういう方に、を助けてあげていただけたらと思います。で、僕もですね、集まって遊びましょうっていうLINE グループの方で、いろんな地域のですね、札幌の地域こういう風ですよ、ここは、買い物できましたよとか、ここの辺はガソリンこうでガソリンが入れれましたよとか、そういう情報っていうのをたくさん見ることができたんですね。で LINE グループって本当すごい使えるなとそこで思いました。で本当感謝しております。で復旧した家からお風呂、入りにおいでとか、そのような LINE の内容があったりとか、本当皆さん優しいなっていうふうに思いましたね。で本当に助け合いで、なんかこんなにみんな温かいんだなっていうのがすごく今回感じました。はい、商業施設なんですけど、ここがメイン通りになっておりまして、今、消防車が通ってるんですけれども、この通りの家もまあ近くにあるんですが、まあ、ひっきりなしに今通ってる状態なんですね。なので本当に音聞くだけでも心身的に結構参ってしまうっていう方もいらっしゃると思うんで、近くの居酒屋関係の飲食店も全く営業している状況はありません。現状まだ、復旧されてないビルがあると思います。はい、まあ長くなりましたが、このような、状況になっております。はい、これから急いで帰って練習したいと思います。ご視聴ありがとうございました。